皆様こんにちは、リエンです。今回は実際に行ってみてよかった。箱根観光日帰りコースをご紹介します。箱根は都内からアクセスが良く、グルメや絶景、自然が多いので、大変人気の観光地であります。久しぶりに箱根に行こうかな。なんだかんだ行ったことない。という人は参考にしてみてください。今回の日帰りコースをご紹介します。まず新宿で特急ロマンスカーに乗り箱根湯本に向かいます。箱根湯本に着いたら電車ではなくバスに乗り大涌谷へ。大涌谷を観光したらロープウェイで桃源台に移動。海賊船に乗って四の湖の絶景を眺めながら箱根港に向かいます。箱根港からは結構歩くのでこの辺りでご飯、体力回復。そして箱根関所経由で箱根旧街道入り口へ。美しい杉並木を楽しみながら箱根神社を目指します。次は大人げのフォトスポット平和の鳥居を観光。歩き疲れたら次はグルメ。カフェで一休みしましょう。次は芦ノ湖を眺めながらバス停まで散歩。箱根湯本に戻り食べ歩きグルメを楽しみます。自然を満喫できる川沿いでくつろぎます。最後はおしゃれなカフェで癒されましょう。以上が1日のスケジュールです。箱根の日帰り観光モデルコースは、王道コースや反対回りコースなど様々なものがありますが、個人的にはのコースも良かったです。次はどんな雰囲気なのかを映像付きでご紹介します。新宿の小田急線から特急ロマンスカーに乗ります。朝7時か8時台の特急に乗ることをお勧めします。人気の特急なのでご予約はお早めに。箱根湯本までは2時間ほどの旅です。窓から見える絶景を楽しみながら移動しましょう。箱根湯本に到着したらまずはバス停に向かいます。改札からバス停までは5分程度です。人が多く混雑しています。トイレや飲み物の購入など済ませておきましょう。バスに乗り大涌谷へ向かいます。大涌谷まで10分ほどかかります。大涌谷まで来ると一気に景色が変わりますね。ガスが発生しているためマスク着用をお勧めします。珍しい光景で観光や撮影に夢中になりがちですが、自身の体調と相談して観光しましょう。お土産ショップやグルメも販売されています。私が観光した時は黒卵を買いました。殻が真っ黒です。続いてロープウェイに乗り桃原台へ。大人一人、1500円です。ロープウェイはこんな感じで相乗りです。美しい景色を楽しみながら移動しましょう。桃源台にもレストランやショップがあります。下に降りるとチケット売り場です。料金は大人一人1200円。海賊船はとても混んでいます。平日でこの人数。非日常と美しい景色を堪能する旅へ出発。船内は広く3階まであります。ドリンクなどを購入することもできます。船上に出ることもできすごい人気です。絶景を眺めながらコーヒータイム。良い休日です。箱根町港に到着しました。ここからは結構歩くので、地休憩を挟むと良いでしょう。私は蕎麦と海鮮丼でエネルギーを補給しました。関所を経由して箱根旧街道入り口を目指します。まずは15分ほど歩きます。旧街道に到着。ここを経由して箱根神社まで歩きます。20から30分ほどの散歩コースです。江戸時代から使用されている美しい並木道です。続いて芦ノ湖にやってきました。遠くの方に平和の鳥居が見えますね。湖を眺めながらの散歩も楽しいです。箱根神社に到着しました。平和の鳥居はすごい人気です。時間に余裕のある方は並んでも良いと思います。下手すると1時間以上かかりそうですが。次はスイーツタイム。
バターサンドを食べましょう。このお店がおすすめです。続いて人気のこちらのカフェ。たくさん歩いたのでちょっと休憩しましょう。休憩したらバスで箱根湯本まで戻ります。箱根湯本に到着。ここでもグルメを楽しみます。今回は3カ所で購入しました。駅の近くにある階段から川沿いに降ります。ここは自然豊かで人が少なくおすすめです。川の美しい景色を眺めながらグルメを楽しみましょう。手焼きせんべいも美味しい。川沿いの散歩もおすすめです。最後はこちらのカフェでチルタイム。カフェからの眺めも最高です。日が暮れるとエモい雰囲気に変わります。店内の雰囲気はとてもおしゃれ。あっという間の一日でした。帰りの特急券も忘れずに予約しておきましょう。今回は箱根の日帰り観光コースをご紹介しました。他にも旅行や観光に関する動画を投稿してるので、高評価やチャンネル登録してくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。